ラッコは食肉目いたちからラッコ族に分類される、哺乳類。原生種では本種のみでラッコ族を構成する。北アメリカ大陸から千島列島の沿岸にかけて生息。毛皮を採取するため乱獲され、日本では20世紀初頭に一旦絶滅した。北海道東部で1980年代から再び目撃されるようになり、 モユルリ島、キリタップ岬では繁殖も確認されている。水族館で飼育もされている。いたチ下のうちで水生に進化したのがカワウソ類であるが、その中から海洋に進出して、陸に依存しないでも生息可能なまでの本格的な適応を遂げた唯一の原生種がラッコ族であり、ラッコである。氷期を迎えた北、太平洋西部海域における昆布の出現と、 適応放散がもたらした新たな生態系が、ラッコの出現及び適応放散と密接に関係すると考えられている。アメリカ合衆国、カナダ、ロシア東部。模式標本の産地はカムチャッカ。以前は、日本の北海道から、千島列島、カムチャッカ半島、コマンドル諸島、アリューシャン列島、アラスカ半島及びアラスカ州南岸。 バハカリフォルニア半島にかけて分布していた。近年ではオレゴン州とカリフォルニア州中部にかけてなどの分布が途切れている範囲があり、日本やメキシコでは散発的な記録があるのみとなっている。分布の北限は北極海の氷域で南限はカリフォルニアと大雨雲の分布と一致している。ラッコの全死体長100から130センチメートル。 尾長25から37センチメートル。体重オス22から45キログラム。メス15から32キログラム。イタチカイ大種。尾は短く扁平。尾の基部には終戦を持たない。体毛密度が高く、哺乳類の中でも最も高い部類に入る。1平方センチメートルあたり10万本以上の柔らかい下毛が密生し。 これは、人で言えば6平方センチメートルの皮膚に、頭髪全てが生えているのに相当する密度である。全身では8億本もの体毛が生えている。潜水するときも綿毛の間に、空気の層ができることで、寒冷な海洋でも生息することができる。全身をくまなく毛づくろいするために、柔軟な体、皮膚を備えている。体色は、赤褐色や脳褐色、黒と変異が大きく。 頭部や喉、胸部は灰色や紅白色。紛部にはホラゲが密生する。幼獣は全身が高褐色。亜生獣は全身が脳褐色の体毛で覆われる。紛端の体毛がないら部はひし形。球子は扁平で幅広く貝類や甲殻類を噛み砕くことに適している。大球子は大型で丸みを帯び、硬い獲物を噛み砕くことに適している。 前肢は小型で、指の境目は不明瞭。爪は引っ込めることができる。後肢はヒレ状。水分は海水を飲むことで補っており、過剰な塩分を排泄するために、カワウソ類の平均の2倍もの大きさの腎臓を持つ。以下の分類は MSW3 に従う。エンハイドラルトリスルトリス、千島列島、コマンドル諸島。大型で、 頭骨が幅広くンが短い。エンハイドラルトリスケニョニー・ウィルソン、1991、アリューシャン列島からアラスカ州南部。プリンスウィリアム湾からオレゴン州にかけて再導入。模式産地はアムチトカトウ。元アッシュと比較して頭骨が短くンが長いが、アッシュ、EL ニリスほどではない。アッシュ商名ケニョニーは、カール・ W ケニオンへの懸命。 エンハイドラルトリスニリス、カリフォルニア州。以前は、チャンネル諸島や、バハカリフォルニアにかけても分布していた。サン・ニコラス島に再導入。模式山地は、サン・ミゲル島。頭骨の幅が狭く、糞が長い。ジャイアントケルプを生態的基盤として、また、寝床として、海に暮らすラッコたち。カニを食べる、ラッコ海洋の沿岸部に生息し、 主に海岸から 1km 以内の場所に生息する。主に岩場が近くにあり、海藻が繁茂した環境に生息する。陸上に上がることは稀であるが、天候が荒れた日には上がることもある。単独で生活するが、繁殖期にはペアで生活する。休息時には数十頭から数百頭の個体が集合することもある。数十頭からなる群れを形成し、生活する。 中高生で夜間になると波のない入り江などで海藻に捕まって休む。生息密度が高く人間による格乱のない地域では陸上で休むこともある。夜間になると海藻を体に巻きつけて海流に流されないようにして休む。防寒効果を維持するため頻繁に毛づくろいをし毛皮を清潔に保っている。幼獣の毛づくろいは母親が行う。 主に水深20メートルまで潜水するが、水深97メートルまで潜水した例もある。主に52から90秒間の潜水を行うが、最長で約4分の潜水を行った例もある。食性は肉食で、貝類、甲殻類、ウニ類などを食べる。これらがいなければ、魚類を食べることもある。時には、海面で海鳥を捕殺することもある。 獲物は全死で捕らえることが多い。硬い獲物は早前足を使い、中身をこじ開けて食べる。貝類やウニ類は胸部や腹部の上に石を乗せ、それに叩きつけて割り中身だけを食べることもある。このため、道具を使う哺乳類として紹介されることもある。魚を捕らえるのは苦手とする説もある。アシュカリフォルニアラッコでは道具を使いがい類を割る。 行動が比較的確認されているものの、主に柔らかい獲物を食べる足をアラスカラッコでは道具を使って貝類を割ることは稀とされる。なお、動物園などで飼育されているラッコの場合は、自然界にはない道具を使用する他に、水槽のガラスに貝殻を叩きつけることも確認されており、日本の豊橋総合同植物公園では、強化ガラスを叩きつけすぎて強化ガラスに、 ひびが入った例も確認されている。また貝類を食べる蔡の石等の道具や食べきれなかったアサリ等は脇腹のたるみをポケットにしてしまい込んでおく癖がある。皮下脂肪が少なく体温維持のためついたちあたり体重の2から3割もの魚介類を食べる必要がある。ラッコが長く生息する海域ではウニが食い尽くされて主に貝類を捕食するようになると言われる。そういった生態から 漁業被害を訴えられることもあるが、ウニが増えると、昆布などの海藻が食い尽くされる弊害があり、ラッコが生息することでそれを防ぐ効果もある。2010年代以降に再定着しつつある。北海道東部でも、ウニの食害を問題視する漁業者がいる反面、ウニを減らして、昆布を保護する効果を期待する意見もある。繁殖様式は体制。交尾、出産は、会場で行う。 春になると、オスはメスに、交尾のアピールをし、メスの承諾が得られると並んで仰向けになって、波間に浮かぶ。オスは交尾の際、体勢を維持するために、メスの花を噛む。大抵はすぐに治る軽症で済むが、稀に傷が悪化し、食物を食べられなくなることなどで命を落としてしまう、ケースもある。オスは、交尾が済むと、別のメスを探しに行き、子育てに参加することはない。 妊娠期間は6ヶ月半から9ヶ月。1回に1頭、稀に2頭の幼獣を産む。腹の上に子を乗せながら会場で子育てを行う。幼獣は親が狩りをしている間、波間に浮かんで親が戻ってくるのを待つ。この時は無防備になり、ほほじろざめに約1割の幼獣が捕食されてしまう。幼獣は親から食べられるものの区別や道具の使い方を習う。 成長したラッコは気に入った特定の石を保持し、潜る際にはおもりに使う。ラッコに関する最初の学術的な記録は、ビトゥスベーリングのカムチャツカ探検に同行した、博物学者ゲオルクステラーが行ったもので、彼が残したフィールドノートをもとに1751年に刊行されたデベスチスマリーニッツなどに記されている。学名は百五十八年、博物学者 カール・フォン・ギンネによって、著書、自然の体系に記載された。原記載は、マステラルトリスであり、その百7 7 7年には、海の川嘘を意味するルトラ・マリナが与えられるなど、若干の変遷があったが、現在では、エンハイドラルトリスが正式なものとして受け入れられている。俗名、エンハイドラは古代ギリシア語、イプシロンニューの中で、中にデルタをメガロ水の合成、 主称名、ルトリスは、ラテン語で、カワウソを意味するルトラに由来する。合わせて、水に住む、カワウソに似た生き物というような意味になる。現在の和名、ラッコは、近世日本における標準的な本像学名に由来し、さらにそれは、アイヌ語で本種を意味する、ラッコにまで語源をたどれる。漢字表記は中国語と同じくラッコ。他に、古くはラッコ、ウミトラ。 落ち虎などと書かれた。いずれも読みは、ラッコである。その、ラッコ発音の肯定アクセントは東部にあったが、現在は平坦ないし語尾につける事例が多い。アイヌ語では、アトゥイエサマンとも呼ばれるが、夜にこの言葉を使うと、カワウソが化けて出るため夜間は、ラッコと呼ぶようになったという伝承がある。英語では、シーウォッターの名が一般的に慣用されている。 学術的に用いられることが多いのはシー・ビーバーである。古くから毛皮が利用されていたが18世紀、19世紀に銃によって多数が捕獲された。乱獲によってカナダのブリティッシュコロンビア州、アメリカ合衆国ワシントン州を良いオレゴン州の個体群は絶滅した。近年は流出した石油による影響のほか、漁業による混獲により、 生息数が減少している。ラッコは、飛脚類などと比べると、体が小さく皮下脂肪が相対的に薄いため、体毛が油で汚染されて、水を引かなくなると、たちまち海水に体温を奪われて投資してしまう。また、体毛が濡れると、密度の高い体毛の間に空気を蓄えられなくなり、浮力が減少して溺死してしまうこともある。例えば、1989年の、 プリンスウィリアムスワンでのタンカー座礁事故では流出した原油により少なくとも1016頭の死亡が確認されている。悪天候やエルニーニョ現象などの気候変動に伴う食物の変動及びそれに伴う幼獣の餓死による影響も懸念されている。アラスカやアルーシャン列島では北オットセイ、トド、ゼニガタアザラシなどの気脚類が減少した。 ことによりそれらを捕食していたシャチが本種を襲うことが増加し、生息数が減少している。カリフォルニアでは、トキソプラズマなどの感染症の蔓延により、生息数が減少している。1977年に、カワウソ赤単位で、ワシントン条約付属書2に掲載されている。2004から2012年における、生息数は125,831頭と、 推定されている。日本最定着したマ前群島では1990年代以降生息数が増加し、ここから北海道東岸へ来遊する個体もいると考えられ、生息数は増加傾向にある。第二次世界大戦以降は1973年に浜中町で発見例があり、1990年代以降は北海道東岸や えりもみさきでも発見例が増加している。2002年以降に、えりもみさき近海で2の3頭、2009年以降に、釧路川川口で1頭が定着し、浜中町、大黒島、のさっぷみさきでは1の2頭の継続的な観察例、2010年に、のさっぷみさきで6頭の観察例がある。一方で1990年代以降は低地網や差し網による混獲も増加し、 死亡例も発生している。絶滅危惧 i l e l リス1975年のワシントン条約発行時からワシントン条約付属書愛に掲載されている。かられたラッコの毛皮と人間毛皮目的の乱獲により20世紀初頭にはラッコの個体数は絶滅寸前にまで減少した。アラスカではカリフォルニアアシカが乱獲などによって激減したことで それを主要な捕食対象としていた、東海域のシャチが空に困って、対象をラッコにシフトし、これによって90%近くを捕食してしまうという事態も起きた。その後、野生生物に対する意識が保護へと大変換する時代に入ると、以後は生息数を徐々に回復していった。一方、漁業者からはアワビ、ウニなどを捕食する害獣とみなされることもある。国際条約などで、 保護動物となっている場合が多いので地域の都合で駆除などができない。シートン動物機によると本来は海辺で生活する陸生動物であり日光浴をしている群れをごく当たり前に見ることができたらしい。その頃は人間に対する警戒心もなかったため柴叩く間に刈り尽くされてしまい現在のような生態になったと記されている。日本では平安時代には毒の皮が 道の区国の交易雑物とされており、この毒が本種を指すのではないかと言われている。道の区国で採れたのか、北海道方面から得たのかは不明である。江戸時代の地市には、三陸海岸の気仙の海島に、落コが出るというものと、見たことがないというものとがある。かつて、千島列島や北海道の襟裳岬から、東部の沿岸に生息していたが、毛川ブームにより、 H.J. スノーラの手による乱獲によって、ほぼ絶滅してしまった。このため、明治時代には、珍しい動物保護法、落光オット性イ両核取締法が施行され、今日に至っている。日本では1982年から水族館での飼育ブームが起き、最多時には28館に122頭がいた。その後は、アメリカ合衆国が輸出規制を強化し、 2020年時点では、鳥羽水族館などの五館7頭まで減った。ありがとうございます。